風呂に滝を作ろうと思います。はい、岩です。これすごいよ、リアリティすごいよ。ここまでやってきた、やいやいやい。ということで、はい、ご覧いただきましょうか。いやこれすごいっすよ、これはすごい。YouTube 史上にね、残ると思います、うん。じゃあ、やめときますか。見るの3回に分けましょう。本当にもう分割して分割して、見せるシーンだけで3回行きたいもん俺。もう引っ張って引っ張って、うん、見せたくないもん。もう終わりたくないし、このクオリティをこんな感じで見せていいのかっていうのがあるよね。確かに。いやこれ、いやだけどもう見せましょう今回は。はい、じゃあそれでは、はい、いきますよ。はい、オープン。ダダダダダダ、おい邪魔。ちゃんと行きます。はい、じゃあ皆さんご覧ください、こちらです、どうぞ。ドゥ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 、いかがでしょうか。いいよ。すごい、すごいよ。ここがまず、機構としては、このシャワーをここに、もうほぼ見えないようにしてますね、うん、ここから水が出てくと、はい、で、ここから溜める部分があるんですよ、後ろに、うん、で、この部分から流れる。ここは、黒いブロックの半分の下の部分、はいはい、そこを切ってね、そこ切ってるんですよ。こういうよくあるじゃないですか、あの駐車場とかに置いてあるやつの黒いバージョンの発泡スチロールがあって、そこを切ってます。流れて、先になると先になると、すごいよ。いや早く流したいね。ここが一本大きいのと、一本大きいの、ここまでは多分水だよね。そうだね。で、それをはめて、で、真ん中にもこんだけ岩、石を詰めてると。すごい、この岩のクオリティ、やっぱ、ウイちゃんの頑張りだね。全部もう固定されてますから。いかつすぎるでしょ。よかったよ、初めの瞑想からここまで来るとは思わなかったね。初めの4、5時間ね、ふわふわしてたからね、みんなね。そう、真っ白な糸が乗ってるだけだったからね、初めの4、5時間ね。そうじゃあ、水張りますか。張りたい、滝流したい。じゃあ、内藤お着替えしますか。わかりました、じゃあ、はい、水張って、はい、ちょっと一番風呂いただきたいと思います。これが一番の仕事ですから、僕の。そうです、脱いで入るのが俺の唯一の仕事ですから、今回。それでいきますよ。はい、水着変身。はい、じゃあということで来てみました。そのパンツなんだね。そう、ちゃんと競泳用みたいな感じで、競泳用、今日気合入ってます。じゃあまず、うん、なんとですね、まあ、霧があるんですよこれ。すごい、霧が発生するんですよ。すごい。ちょっとまず霧から出してみますか。はい、じゃあそこにあるコンセントを挿してもらっていいですか。うっさすい、コンセント、じゃあここに挿します。はい、よいしょ。ちゃんと捨ててる。すげえ。おお、降りてきてる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 。すげえ。マジでさ、ディズニーだよね、ミニチュア版の。なんか国際的なコンペに出そうぜこれ。出せるよ。マジで表紙飾れるよこれ。じゃあ内藤くん。はい、滝流します。ブブ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 。おやー、はい、なー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 、さでたさでたさでた、すごい。ああ、来ました、3本に分かれた滝。すごいよ。あれちゃんとこの霧もちょっとね、うん、なんか水しぶきみたいな感じで、だからちゃんとね、溜まってから降りるのはね、シャワーの水が。そういい感じになってくる。うわ、すげえ。世界遺産ですよこれ。世界遺産、オルタナハウスの滝、世界遺産認定です。いやこれもう壊せないな。壊せない、壊せないよ、ずっとこのまま。世界遺産だこれ。じゃあちょっと一回、うん、お湯も張っていいですか。いやちょっと時間かかるんですけども。 OK、 じゃあお風呂もためます。重要なことに気づきましたね。ちょっとした設計ミスですね。はい、なんとお風呂をね、はい、あの溜めるための栓が、これ開いたままなんですけど、はい、閉めるボタンがですね、はい、この下に埋まってるという。ちょっと持ち上げていきますか。いけっかな。結構固定されてるから難しいかもしれない。あ、もしくは、あ、危ない、おいおい、バカ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 。これそのまま気をつけてください。あ、こっちでいけないか。ちょっとじゃあこれ、いきますよ、もうがっつり。さあ、なんと、お、あ、いいね、いきました。さあ、これで埋まってお風呂の水が溜まると。はい、すごい、この身近にね、マイナスイオンビンビンに感じる。うわ、本当に巨人みたい。
ね、こういう風にいい時だね。いや、浴びてないんだよ。浴びてなかった。全然まだ浴びてないんだよ。浴びてなかったっすか。水、お湯入れますか下に。いやちょっと念願の。そう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 。で、ここにお湯溜めて、そこでまた滝を流すと。これに浸りたいね。で、その後にこれもあるんでね、ミストサウナもあるんで。うわ、最高。じゃあ、押しますよ。はい、行ってこい。お湯張りをします。こんな大自然のね、露天風呂ないですよ。ない。ね、滝の麓で。ちょっと汚くなりそうですね。あのね、作業の後でね。作業の後でいいんですよ、これは。もう景色すごいよ、これすごいよ。目の前、もうね、岩の壁。なかなかない、この景色すごいわ。ちょっとこっちからも、みんなに見てもらおう。もうお風呂入んじゃん。この眺めよ、これすごい。もう目の前の視点がね、迫力満点。そうだよね、見上げる形だもん、この滝を。素晴らしいですよ、これ。いや、よかった。どうですか、お湯はやっぱ違う？全然違う。全然違う。アルカイオン天然水。わかんないだろ、めっちゃ書いてるやん。めっちゃまた書いてるやん。ただこれね、色落ちないから心配だね、水入れて。あー、色落ちはしそう。色落ちたら大丈夫。お、すげえ。疲れ切っております。さあ、お湯が溜まりました。気持ちいいわ。いきますよ、3、2、1。怖い。こっから飛び降りた人だよ。怖い人だ。やばい。うわ、怖い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 。いる。こういう滝壺の化け物いる。気持ちいい。いやー、もう全身にこのね、感じるわ。マジで。マイナスイオンがバンバン入ってくる。それは変わんないんだよ。体の中がじんわりと温まって。39度5分。いや、わかんないだろ。すごい髪型してる。どういう髪型してるんだろう。あの、競輪選手がヘルメットかぶってるみたいな。いや、むしろマイナスイオンとかよりもちょっと塗料とかあって、ちょっとだけ何かしらのヤバいやつ待ってるよ。体に害がある。体に害がある。まあ、これ入れますか。あら、個別の湯、シャレオツ。あ、でもいいじゃない、いいじゃない。ちょっと濁ってきた。あ、いいいいいい。あ、ちょうどなんか自然っぽいようだ。合う合う合う。あ、ほんと？よかったよかった。ちょっと滝も流しちゃっていいですか。お願いします。冷たいの出るんですけど、はい、まあちょうどいいかなと。うん、さあ、溜まってきて。はい、流ってきました。すげえ。素晴らしい。すげえ。やかましいわ。痛い。おいおいおい、大丈夫か。ここの尖ってる部分に突き刺さった。気をつけてください。あー、いいよいいよいいよ。いいよ、いいですよ。最高。ちょっと強めにやります。うん、欲しい。あー、いい。脳天直撃。あー、気持ちいい。このね、音もいいのよ。打たれてる感じね。これを水の中に沈めると。え、あー、下からも湯気。ありがとうございます。あー、薬病を取り払う。はいはいはい。炭がもうすべてなくなりました。麓で煙を上げて上を向くと、ミストサウナ行っちゃいます。上からも。じゃあ10万さんで呼びます。バイチャー。オルタナチャンネル、せーの、こちらです。あ、まあ、動画だと分かんないかもね。まあちょっと小雨が降ってるんで、小雨が、そうそう、こっからちょっと霧が出てて、で、すごいね、ミストがすごい出てるんですよ、これ。そうそうそう、わかるかな。細かいね。こんな感じで毛をちょっと濡らすと、毛の様子を見てもらうと。こんな感じですごい、毛がすごいな。スペシャルサービス、すごいな。今頃気づいた。あー、ちょっとやっぱ違うもん、顔もイケメンになってるもん。本当に変化がすごいな。ということで、はい、まあ何かしらこれ使いたいね、また。え、ちょっとこのまま撮っとこうぜ。もちろんもちろん撮っといて、ね、なんか使いたいよね、滝。この滝を使った企画。ああ、そうだね。流しそうめんとかさ。流しそうめんとか、流しそうだよ。ジオラマなんか置いたりとか、まあ、最悪なんかここでファンミスするとか。もう狭っ。怖い怖い怖い。いや、めっちゃ潜るやん。で、いや、シンクロみたいにしてる。めっちゃいい、いいいいいい。怖い怖い怖い。最後怖いよ。次は何を作るか、ぜひ楽しみに待ってね。何を作るか決まってないけど。決まってないですけど、楽しみに待っててください。はい、高評価、チャンネル登録よろしくね。
ね。